ここも1号艇の杉山選手、今シリーズは4勝マーク、ここからの相手探しという形でオフを推しておりましたが3連単は結局10倍以下はありません、134が1番人気で10.4倍となっています。 ボートレース桐生のドラキュルナイター6月のファーストシリーズは6日間のロングランシリーズミニボートピアツバ解説4周年記念今日は予選最終日でありましてその最終競争オール A 級レーサーの対戦は一般気流特選第12レースの開始を迎えています1号艇愛知の杉山宏成2号艇が兵庫の河野聡3号艇東京小林靖4号艇が佐賀・中島智和5号艇が佐賀・山口隆そしろ皇帝が愛知の磯部誠真と以上6メンバーの対戦です 風は左後方からの追い風のコンディション若干横からという形になっています陰戦1号艇の杉山博成今シリーズ6戦いたしまして4勝人気の中心2コース2号艇の河野聡、勝ち星は2日目の第11レース陰戦であります3コース3号艇の小林2勝2着2本角とした4号艇の中島です 5コースから5皇程の山口サイアウト6皇程の磯部3走目以降4連勝ここは大外からの立ち回りになります一般気流特選第12レース開催4日目の最終競争枠なりの3対3進入隊形インコースから1番、2番、3番4番、5番、6番の隊形でスタートいたしました。 3コースから3号艇若干のぞく感じさらに大外6号艇もわずかにコースタートインカレに入れたい1号艇3号艇付け前に行きますさあ3号艇の付け前が決まりました内をついて5号艇がまくり出しのハンドル左右打ち6号艇切り込んでバックストレッチ向こう上面早くもリードは3転身3号艇の小林2番手追走は5号艇の山口3番たらそいでありますが2号艇の河野とそれから6号艇の磯部さがなく1号艇の杉山最後方4号艇の中島向上から2マークの旋回スタート前提正常ですセンター線付前観光三号艇の小林リードの方は四転身と広がっています 2番手追走黄色い勝負区5号艇の山口3番タラソい接戦となって内側の方から1番6番2番これが二艇神圏内となっておどけまいを通過しています外の方からわずか2号艇の高野され1号艇の杉山2番1番この辺の4番タラソい切り返しわかったら6番 6号艇の磯部、しかし1号艇抱き込んで外、全速、ここで上位の体勢は3番、5番、1番の体勢となって向こう上面です、奇数号艇3者、上位を形成する形、トップ2番での定間は変わらず4停進半ぐらい、2番手と3番手の定間も4停進となっています、その後ろでありますが2番、6番、最高峰、4番、2周目の向正面から大胆マークの旋回です、上位の並びは3番、5番、1番の体勢で、レースの方はこれから最終周回です。 コーススタートから先まくりセンター線つけ前でありました3号艇小林2番手追走まくり差しランドル5号艇山口3番手1号艇の杉山後方でありますが2番6番最高峰4番前提600を切って3周1マークをバ々とクリアしたのは3号艇の小林です2連単の3号の組み合わせ42.2倍です3連単3・5・1の組み合わせ123倍ちょうどを示しています後方向かったは6番には最高峰4番 ラストタンマーク旋回体制3号艇の小林2番手追走5号艇の山口隆3番手追い上げて1号艇の杉山博成3番、5番、1番の体制完全に固まって最後の直線コースから開催4日目最終競争一般気流特選第12レースゴール今1着で3号艇小林、5号艇2着5号艇山口五輪3着1号艇の杉山五輪後ろは6番、2番最高峰大きく水が入ってしまいまして4号艇の中島智和今6着で五輪です。